互いどんな対策をしてくるのか。おっと、地上同士同段戦ですね。おお、いきなり第2点戦から負ければ降格。はい、第1ラウンドはシャパンが入って、サンピー、あ、いいサーバー行ってサルヒット、受け身は取らず、聖剣入って聖剣が当たる、サンサン PK で、さあしっかり当てていく、ミドルからサンピーがでっかうして、ここで膝、これはでかい、先に取ったのは Q さん。はい、第2ラウンド側面からさばく、シャパンから全回転カードして、さあ4投げ決まる、これちょっと痛い。シャパンカウンターから下げて、さあさばき置いたが、ここで膝を置いとく。さあ高野さん1本取り返す、さあ前回で当たってシャパンで待つ、前回でこれは痛い、これが痛いパターン、壁ヒットから 4K でやって、さあ PPP で締めて、さあ先に2本取ったのは Q さん。さあ投げが通る通る、ダウン投げも通って、おひげリカードしっかり回復、さばき置いたが、サバカウンターから全回転ガード、全回転しゃがんでしたパン、さあこれ2発目カウンター下がってしまう、受け身は取らず、さあしっかり投げをしゃがんでかわして、さあこの位置は怖い、さあしっかり当てる、さあ最終ラウンド、おっと聖剣が、さあこれしっかり当てる、受け身は取らず、聖剣ガード、下パンカウンターから投げは抜ける、さあここでちょっとコンボミスったがダウンだけでフォロー、石火当ててカウンターからが投げを抜ける、さあお互いここは硬いガード、この位置はちょっと危ないか、HP、 さあ無双ガードして、さあ勝負どころ、 PPP をつなげて Q さんの勝利。いやーなかなか最後のセットは面白かったですね。はい、では